こんにちは、ふゆこです。今回は1000万貯金のために買わなかったもの12選です。私は20代で1000万貯金をしたんですけれども、浪費をしていた時期があったんですね。そんな時は将来のお金の不安っていうのがすごくあるのに全然貯金できない。そんなに贅沢をしているわけじゃないのになんで貯金ができないんだろうとか、貯金できる人と自分ってどこが違うんだろうって思ってたんですよ。この動画を最後まで見れば何が違うのかっていうのがわかります。私が会社員での給料から4年間で1000万貯金をする中で買わなかったもの、今も買っていないもの、浪費自体は必要だと思っていたけど買わなくても大丈夫だったものっていうのを紹介していきます。この動画を最後まで見て真似することで楽しく簡単に節約ができるという動画になってます。私は節約について他にもこんな動画を出しています。気になる方は概要欄にリンクを貼っていますのでぜひ参考にしてみてください。今後も節約とか投資初心者の方必見の動画をアップしていきますので、今のうちにチャンネル登録して一緒に勉強していきましょう。結論ですね、貯金のために買わないものは旬でない食材、トイレットペーパー、ティッシュ、洗剤、飲み物、丸々用洗剤、芳香剤、柔軟剤、コンビニのあらゆるもの、100均の日用品、食品、丸々の素、化粧品、乳液、美容液、浪費の服、靴、バッグ、お金で買わないものはポイントでも買わない、セール品ですね。この後順番に詳しく見ていくんですけど、前提としてですね、先ほど挙げたようなものを買う人を否定したいという気持ちは全くありません。重要なのは限られてるお金の中で自分の中で優先度が高いものにお金を払う、優先度が低いものにはお金を使わないっていうことなんですよね。で、この優先度っていうのは人それぞれなので、私は趣味とか将来のためにお金を貯めたいので普段の暮らしを節約してるっていうことですね。これ逆の人もいると思うんですよ。人それぞれです。で、今回の動画で私のように普段の暮らしをちょっと節約して将来のためのお金を作りたいなって思ってる方の参考になれば嬉しいです。まず最初に旬でない食材ってことなんですけど、季節の野菜とか果物とか魚っていうのが一番美味しいですし、安いんですよね。栄養もありますと。なので私はスーパーでは旬の食材を買っています。特にね、白菜は季節によって全然値段が違いますよね。冬になると私が住んでいるところでは一玉90円のこともあるんですけど、夏は4分の1玉で140円だったこともあって、もう全然値段が違うと。こんな感じで季節によって倍以上の差がついたりするので、旬のものだけ買うようにしています。でも私、浪費時代はそうは言っても好きなもの食べた方が幸せでしょって思ってたんですよ。それで何も考えずに欲しいものをただ買ってたんですよね。自分がお金を無限に持ってるならそれでもいいですけど、全然無限じゃないですよね。月に20万とか30万とか入ってくる程度なわけです。なので大事なのは優先度に合った買い物ができているかっていうことですね。で、皆さん貯金をしたくてこの動画を見てるわけですよね。貯金をしたいっていうことは何か目的があるってことですよね。結婚とか趣味とか教育費とか老後資金とかいろいろあると思うんですけど、で、食べたいものを食べた方が幸せと思って、その時買いたいものを買うっていうのは何をしてるかっていうと、食べたいものを食べる幸せと引き換えに結婚費用を捨ててます。趣味費用を捨ててます。教育費を捨ててます。老後資金を捨ててますってことなんですよ。この天秤を考えるのがすごい大事ってことです。今ちょっとお高めの食材を食べる幸せっていうのと、未来の結婚、趣味、教育、老後資金、このどっちを取るかっていう優先度をちゃんと考えて物を買いましょうねってことですね。浪費時代の私はこの優先度を考えられてなかったので、何も変な浪費はしてないのに全然貯金ができないなって思ってました。もうこれ自覚がなかったんですよね。なので優先度に合った買い物ができてるかっていうのを見直してみましょう。とはいえね、旬の食材って美味しいので、例えばですけど極端に言うと結婚費用の貯金のために毎日もやししか食べてませんとか、そういうわけじゃないわけですよ。食の喜びがゼロなんです、精神が死にそうですみたいなわけじゃないですよね。旬の食材を買うっていうのは今の幸せと将来への貯金っていうことの2つとも両立がうまいことできるいい貯金方法なんじゃないかなと思います。次に買わないものはトイレットペーパー、ティッシュ、洗剤ですね。私これ3年間買っていないです。これなんでかっていうと、私が縦穴式住居に住んでいる古代人というわけでもないですし、パパ活の報酬としてトイレットペーパーをいただいているわけでもありません。なんで買っていないのかっていうと、こちら、ふるさと納税でね、いただいているからですね、返礼品として。ティッシュもトイレットペーパーも約60個くらい、だからめちゃくちゃ多いですよ。めちゃくちゃ多い量を実質負担額2000円でいただいているわけです。普通に買うと7000円以上のものを実質負担額
負担2000円でもらえているわけですから6000円くらい得なわけですよね。でこれ超大量に届くので使い切るのに何年もかかってるっていう感じです。ふるさと納税はですね、その年の分は12月31日までに寄付、まあサイトで注文っていうのをすれば間に合うんですよ。なので私が今この動画を投稿している今でも今年の分間に合いますので、今年からやりたいって方でもね、今からでも全然始められます。でおすすめの返礼品っていうのがありますので、まあ、こんな感じで私返礼品の動画も出してますので概要欄のリンクからぜひ見てみてください。次が飲み物ですね。私はスーパーや自販機でペットボトルや缶の飲み物は買わないようにしています。でも私すぐ喉が渇くタイプで、浪費時代は駅とかスーパーとかですぐ飲み物買ってたんですよ。でも節約を始めてからはこんな感じで、水は浄水器でお茶は自分で入れています。会社に水筒は2本持参って感じで、こんな感じで会社に行っていた頃は、まあ水とお茶みたいなこととか、プロテインとお茶とかね、そんな感じで飲み物を持って行ってました。新幹線や電車で外出するときは水筒持参。旅行でも水筒持参して、ホテルで洗って翌日も使うっていうのでやってました。で、この水筒に水を入れるのなんて数十秒で終わるんですよね。コスパもすごいいい節約だと思います。特に私、会社で自販機で飲み物買っちゃうっていうことがあったので、それがなくなったっていうことで、1日300円の節約になりました。1年で7万円の節約なので、まあ、結構すごい大きな節約になったと思ってます。次が〇〇用洗剤ってことなんですけど、具体的には風呂用洗剤、トイレ用洗剤、キッチン用の掃除洗剤みたいな感じで、洗剤っていろんな種類がありますよね。なんですけど、一日分けてると買う手間があったりとか、しまう場所がかさばったりしますし、しまうための収納用品を買うとかでさらに浪費みたいな。あとグラムあたりの値段が意外と高いっていう理由で意外な出費につながっちゃうんですよね。なので私はクエン酸と重曹を主に使ってます。これそれぞれ 500g で200円くらいなんですよね。これで1年くらい使えます。専用の洗剤って250円くらいで4ヶ月も使えば空になっちゃうと思うんですけど、これの方が全然コスパいいってことですね。次は芳香剤、柔軟剤ってことなんですけど、まあ、この2つも買ってないですね。いい匂いがした方が癒しになるっていうのはすごいわかります。まあ、なんですけど、節約の観点で言うと、まあ、不要かなということで買ってないです。洗濯物はそもそも洗剤で十分綺麗になりますし、トイレの芳香剤はちゃんと掃除すれば不要です。特にトイレの匂いの原因っていうのはアンモニアで、で、アンモニアアルカリ性なので、こちらのクエン酸でね、トイレの掃除をすると中和されて匂いがなくなります。で、次がコンビニのあらゆるものですね。まあ、コンビニって会社とか休日の行き帰りの途中でお腹が減ったとか喉が渇いたとかで寄ることが多いと思うんです。なので私は会社の行き帰りではこの水筒で水分補給をして、お腹が減ったらカバンに常にミックスナッツを入れてあるので、そのミックスナッツを食べてました。あと休日は朝早く家を出て電車とか新幹線で遠出する時ってあるじゃないですか。まあ、浪費時代はそういう時コンビニでおにぎりとか買って途中で食べてたんですけど、節約始めてからは家からおにぎりを自分で握ってラップに包んで持って行ってますし、もちろん水筒で飲んでます。で、次が100均の日用品とか食品ですね。まあ、100均のものってすごい安くていいなって思うんじゃないですか。それで以前は買っちゃってたんですけど、量とか値段を真剣にね、ドラッグストアのものと比較してみるとどうなのかっていうと、大抵がドラッグストアとかスーパーのものの方が安いんですよね。なので私は100均でむやみに物を買うっていうことはしてないです。次が〇〇の素ってことなんですけど、これ料理の話ですね。麻婆豆腐の素とかホイコーローの素とか売ってるじゃないですか。ああいうのは買わないです。ああいうのって調味料がすでに混ざっていることがすごいいいことだと思うんですけど、まあ、調味料混ぜるだけだったらぶっちゃけそんなに自分でやっても時間かからないんですよね。あんまり買っても時短にならないですし、〇〇の素っていうのは高いので、〇〇の素は買わないで、普通に豆板醤とかオイスターソースとかソーミーシャンタンを使って作っています。まあ、実際のところ料理で時間がかかるとかめんどくさいのって、野菜を切るとか、野菜とか魚を洗うとか、焼くとか煮込むっていう工程だと思うんですよ。なので、時短のためにはいっそお惣菜を買った方がいいですよね。あとは、丸々の素よりもカット野菜を買うってした方がコスパいいんじゃないかなと私としては思ってます。なのでですね、私はよくふるさと納税で冷凍カット野菜を返礼品としていただいて、お弁当にその冷凍カット野菜を詰めて食費の節約をしてたんです。私は食費の節約についてもこんな動画を出してますので、気になった方は概要欄のリンクから見てみてください。次が化粧品、乳液、美容液ですね。私は節約を始めてからこの3つを使ってません。で、代わりの保湿剤と、そうか、出そう。あれ？あ、あった。ここに見てあった。
代わりの保湿剤として使ってるのがこちらのワセリンですね。白色ワセリンっていうもので、これ1本400円で半年くらい使えます。浪費時代は高い化粧品を使ってたんですよ。でそれが楽しかったっていうのはもちろんあるんですけど、それでもなかなか肌が綺麗にならないって悩んでました。浪費時代って私の場合ここのニキビがすごい出ててすごい悩んでたんですよ。高い化粧品を使ってた浪費時代よりもワセリン使ってる今の方が肌綺麗なんですよね。これはワセリンがものすごく有能だというよりも、肌が綺麗になった理由はこちらで、節約ができて悩みが減った、転職でストレスが減った、食生活が健康的になった、運動習慣がついたっていうことが理由だと思ってます。もう小手先の化粧品よりもね、基礎的な健康とか運動習慣っていうのがすごい大事というね、まあつまらない結論なんですけど、でもこれすごい大事だなってことに気づきました。一番節約にもなるし、将来の医療費の節約にもなります。健康すごい大事です。で次が浪費の服、靴、バッグですね。これさすがに穴が開いたりとか汚れてしまったら買い替えてるんですよ。だからちょっとだけ服は買ってるんですけど、でもそれ以上に服を買うのは生きるために必要最低限の支出ではないっていうことをすごく意識してます。ここ3年間で私が買った服はこちらで、ズボン1着、半袖2枚、長袖2枚、靴下パンツ6枚、ブラトップ3枚っていうことですね。バッグはね、エコバッグだけ買いましたけど、普通のバッグは全く買っていないです。本当に必要な服だけ買うのであれば、この程度で済むっていうことなんですよね。もちろん人によって程度は違うとは思うんですけれども、これを見て、服を買わないなんて絶対無理だ。何を言ってるんだこの人はって思った方は、今一度自分の中でこれを確認してみましょう。服よりも大切なことのために貯金するんだよね。生きるのに最低限必要な服を買うのにはいくら必要なのか。娯楽も含めて服を買うのには月いくら必要なのか、これを見直してみるといいと思います。もちろん将来の老後とかどうでもいいから服が欲しいんですって人はそうすればいいと思うんです。ただその優先度をちゃんと決めてその通りに行動しましょうねってことですね。次がお金で買わないものはポイントでも買わないっていうことですね。これ特定のものを買わないとかじゃないんですけど、今楽天ポイント、T ポイント、PayPayポイントとかね、様々なポイントで支払いができるようになってます。で、私も楽天ポイントを貯めて支払いとかをしたりしてるわけなんですけど、浪費してた頃はポイントだからお金は使わないからっていう理由で普段は買わないようなものを買っちゃったりとか、お金で買うほど欲しいものじゃないものを買っちゃったりしてたんですよ。もうね、ここまで聞いた皆さんはお分かりの通り、浪費時代の私はとにかくよく考えずに目先の感情だけでこれ可愛いとか美味しそうとかなんか良さそうみたいな感じで買ってたんですよ。これ使うかもしれないしとか便利そうとかね。でもそれがすごい浪費につながってたんですよね。でも無意識なので気づかなかったんです。今私は楽天ポイントで普段のスーパーでの買い物に使ってます。ポイントで贅沢をするんじゃなくて普段の生活の足しにしているってことですね。次がセール品です。セール品だからといって買うということはしていません。当たり前なんですけど物を買わない、これが一番の節約です。私の浪費時代、2000円のバッグが1500円になってる、500円も安くなってるじゃん、よし買おうみたいな感じで考えてました。でも節約できるようになってからこう考えてます。もともと2000円だったことは無視して、これは1500円のバッグだ、デザインは悪くないな、すでに似たようなバッグを持っていないかな、本来必要なバッグなのかな、割引と書いてなくても買うのか、そもそも予定していた買い物なのかなってことを考えてます。でこういうことをちゃんと考えて買い物をすれば本当に欲しいものが買えるわけなんですけど、割引とかセールとかに惑わされて買うと本当は欲しくなかったものをね買っちゃったりするわけです。そういうことで私は浪費時代は物を買ったのにそれをあまり使わずに部屋に放置するみたいなことをね多かったんですよ。そもそも欲しくないものとか必要でないものをセールとか割引とかそういう言葉を聞くと欲しくなってしまうっていう、なんかそういう心理があるらしくて、それに引っかかってだってことですね。でも今は買う前によく考えているので無駄なものを買わなくなりました。自分の財布にも優しいし、部屋のものが減るので整頓しやすい、綺麗になりました。ということで以上12個、貯金1000万のために買わなかったものを12選ということでした。参考になった方は高評価、チャンネル登録していただけると私のモチベーションになるので嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。